佐々木直吉5月20日から1941年12月8日は日本の海軍軍人。真珠湾攻撃において公表的登場員として戦死した旧軍神の一人。二階級特進により最終階級は海軍特務少尉。島根県出身。生後数日で母が病没し7歳で父を失っている。酒屋、農業。 岩宮寄生造を営む、おじ夫婦に育てられ、小学校高等科を卒業。金物賞や材木賞に、見習いとして勤めたが、短期間で帰郷。海軍を死亡し、2度目の受験で合格。1932年呉海兵団に入団した。駆逐艦、薄雲、津田、磯波乗組の艦隊勤務のほか、潜水学校、水雷学校高等科を修了している。 戦技優等賞を二度受賞した優秀な歌手官であった。特殊選考帝登場員に選抜され、歌手官登場員の再宣任者であった佐々木は、訓練中士官登場員の再宣任者である岩佐直次隊員の補佐役的存在であった。1941年10月13日、特選の新珠湾攻撃参加が正式決定され、佐々木は岩佐邸の帝府として、 特別攻撃隊員に選抜された。艇長岩佐直次中佐1941年12月7日午前1時16分、真珠湾の湾口171度、旧海里の地点から、艇長岩佐大井と共に、イ22潜水艦から出撃した。午前7時59分、佐々木、岩佐艇は、真珠湾港内で停泊している、水上規模艦、カーチスや、 工作艦に向かっているところを発見された。複数の米艦から砲撃や爆雷攻撃を受ける中魚雷を発射したが命中せず、司令塔への命中弾を受け撃沈された。佐々木岩佐邸は新珠湾港内まで潜入し、雷撃を行った唯一の特戦と推測されており、新珠湾攻撃数日後に米海軍が引き上げた特戦艇内から、 海軍大医の階級賞が発見されている。この階級賞は戦後にただ一人の大医であった岩佐の遺族に返還された。なお佐々木、岩佐ら、特選、登場員4名は米海軍によって埋葬されたとする説があるが、墓は未発見である。AB、旧軍神は語らず、軍神、佐々木直吉から青い海の底に、ハット AB、 本当の特殊戦行艇の戦い、第3章公表的作戦の実態、決戦特殊戦行艇、第2章真珠湾攻撃。ありがとうございます。